どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。よう2続きをプレイしていこうと思います。この中間の社まで来たけど、こっちの道で合ってんのかな。よいしょ。なんかあったのかな。何もなーい。なんだこれ。その笑い声は。痛いなもう。またまた。なんかもう一体いたな今。なんだあの一つ目みたいなやつ。お前誰だよ。名前出てくれ。なんだどこだ。あれか。あぶね。こっちの上にもいる。登れないのかな。登れそうだけどな。よっよっ。で、あっちの上にもいらっしゃるね。なんかよっよっ。ああ、そこにもいらっしゃるね。何か反応した。あぶね。お前かよ。よし。あぶない。怖いなここで。こっちでいいのかな。あー、またフクロウがいるね。どうしよっかな。敵さんはあれとガキと名前の知らないのは2体。1体ずつやるか。来るかなこっちまで。よしよしよし。あのセンサーに触れないようにだけして。あそこにもいるんだよね。反応してこっちに来てくれたら。よしよしよし。当たんなかった。ああ、そっちだった。あ、危ない。センサー引っかかるとこだった。お前は誰なんだ一体。見て。くそ、玉城が出ないから分かんないぞ名前は。どこや。浮いて浮いて。何。あれか。ああ、やっぱあれだな。あれが撃ってきてんのか。
かんないからとりあえず走る。一つ目になるんか、あれが。むずいじゃん。何もないね。ヤマンバがいるの忘れてた。ヤマンバさんと。なるほどな、こいつ一つ目だったあれだ。ん？宝箱あった。ひょっとこの面。でそこに大砲マンがいるやろ。オッケー。問題ここなんだよな。まあさっきみたいにおびき出して戦うのはベストなんだろうけど。しちゃった。届かなかった。
やばいな、ステージの難易度だいぶ上がってんな。痛いな痛いな、お前。 OK、 ここであれを倒すとかないと。はい、撃たせて。ここからが問題なんです。まずはお主、こっち来い。ガキがそこにいるから、ガキは射抜く。でこっち来るでしょ。んで、あそこになんかいるんだよな。とりあえずあの光が右に回ったら左へ駆け抜ける。お、道があった。危なそうだな。危ないよお前。こんな狭いところで。カラス天狗さん、何してらっしゃるんで。ワオーじゃねえよ。おい、ワオーじゃねえよ。また行かなきゃなんねえじゃん。これが何なのかよくわかんないんだよな。一回撃たせて。この玉城は取るか。おびき出して、このでかいやつだけ倒さないと通りにくいからな。
かまりません。よいしょ。したらもう一回さっきのルート、こっちのルート通ってそこに、カラス天狗がなんか見てるのが怖いんだよな。ワンちゃんがそこにいると、こうかな。よっ、来んのかい。けっ、かまいたち、大武器二人はきついって。くっそー、もういいや、駆け抜けよう。相手してられません。ああ最悪、逃げる。逃げるが勝ち作戦。あそこで戦うとしんどいから、お前だけこっち来い。揚力を使うっていうね。そこに一人いるな。ここはこれだけ。ああ威発があったのか。圧があって、うわあこの狭いとこでカラス天狗とやるの嫌だな。落ちちゃったし、さっきみたいな戦法でいい子。よいしょよいしょよいしょ。これで大丈夫。問題ここなんだよな。あのカラス天狗をこっちに呼び寄せて戦おう。
届くのかい。早い。やばい、マジで難易度上がってる。まずこのミッションをクリアしたいから、あれついて戦えばいけるはず。こっちだろ。あ、ここも怖いけどな。痛いな、もう。そうじゃん、俺バカじゃん。奥行ったらいいんだ。奥の方が場所は広いから、奥で戦わなきゃ。うっと、よいしょ。あー、戻ってきた。ここで一旦回復するスタミナを奥行く。ほら、ここの方が広いじゃん。広いじゃんって言ったのにやられてんじゃん。難しくない？ここ。カラス天狗さん、むずいんだよな、タイミングは。もういいや。走れー。相手しなくてよかったのか。すげえ、マジで。
多分いらん喧嘩ふっかけたよな絶対。駆け抜ける。一回こっちに来る、避けて戻ってくる。あいつが反応しよるから、あの上から行った方がじゃあ安全ってことか。でもこっちもこっちもめんどくせえんだけどな。内側から行きゃバレずに行ける気はするんだけどな。よいしょ。降りれないかな。よっ、戦わずして。一つ目がいて、一つ目だけかな。上の道はなんかあんのかな。見て。お、落ちた。ここは？うわ、常闇があるね。危ない、山んば。宝箱。うーん、これはここなんだろうけど、三つ目なんちゃら。落ちられた。これ下っていこうと思ったらガキがいるな。おい、目の前で仲間やられてんだぞこいつ。早くソハヤの里へ。振り向かないで。お、ムミオちゃん、ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは選別よ。ありがとう。この辺りの光る壺、うまく使って。もう誰も使わないだろうから。さあ、そろそろ行って。藤吉郎たちの無事を確認したら、私も後を追うから。何？それともまだ何？何？ついてくるんじゃないの？拝む。では今回の動画はここまで。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。